岡三証券の八木です。国際有料株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内いたします。真に稼ぐ力を有する企業の中から今回ご紹介するのはこちらです。ティッカーコード NVDA の NVIDIA です。NVIDIA は1999年に GPU と呼ばれる画像処理用半導体を発明した半導体企業です。 製品は主にゲームとデータセンター部門で利用されており、ゲーム向けでは画面上に綺麗で滑らかな画像を表示するグラフィックスカード GE Force RTX シリーズが高い人気を誇ります。製造業やメディアなど業務向けの RTX や自動運転者向けドライブなど各分野の用途にあった半導体製品を展開するほか、 開発やシミュレーション環境などのソフトウェアも提供しています。獲得可能な最大市場規模が自動運転に並んで大きいデータセンター向けでは、GPU アーキテクチャ、ホッパーをベースとし、新たに HBM3E というメモリを搭載した H200 という新製品の出荷を2024年3月に開始しました。 25年1月期の第一四半期決算は、売上高が前年同期比3.6倍、調整後 EPS が前年同期比5.6倍と、いずれも前四半期に続き大幅な業績拡大となりました。市場別の売上高では、主力のデータセンターが前年同期比5.3倍、ゲーミングが前年同期比18%増、プロフェッショナルビジュアライゼーションが 前年同期比45%増。自動車が前年同期比11%増となり、主力のデータセンター以外の分野でも高い増収率となりました。2024年3月には新型 GPU アーキテクチャであるブラックウェルを発表しましたが、2025年にはブラックウェルに次ぐ GPU アーキテクチャのブラックウェルウルトラ、 2026年にはそれに次ぐルビン、2027年にはルビンウルトラと1年ごとに新製品を投入する方針を示しています。AI 半導体における当初の競争力の高さは引き続き投資家から高く評価されるとみています。以上で岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。